バリグブラジル航空254便墜落事故とは、バリグブラジル航空が運航するボーイング737から241が燃料切れにより1989年9月3日に墜落した事故である。1989年9月3日、254便は北北東のベレン空港に向かっていた。この日は翌年のサッカーワールドカップ。 南米予選チリ vs エスブラジル戦とあって国民はこの試合に釘付けになっていた。254便はサンパウロからベレンまでの定期便でウベラバ、ウベルランジア、ゴイアニア、ブラジリア、インペラトリス、マラバを経由する全旅定で8時間20分かかる便であった。サンパウロのグアルイロス国際空港を9時43分に出発した254便はその後順調に フライトを続けてマラバに到着し、17時20分に最終フライトに向けて準備をした。副操縦士が外部点検を行っている間、機長はベレンへの方角指示を入力した。フライトプランに指示された値は0270であった。機長はこれを270度と解釈したが、実際の意図は27.0度であった。バリグコークルの方角指示は3桁から4桁に、 変更されたが、少数点は記載されていなかった。この変更は、機長の休暇中に行われた。この混乱が、事故の主原因となった。機長は間違いに気づくことなく、水平静止時計に270度、つまり真西の方角を設定した。この設定は、ペレンへのルートと明らかに矛盾していた。機長は、C の設定を終えた後、パフォーマンスマネジメントシステムに、 ベレンへの距離として187回りを入力した。飛行計画では、高度2万9000フィートで48分と示されていた。副操縦士は、自分の飛行計画を参照して、機器を設定する代わりに、機長の設定した値を参照し、各種設定を済ませた。254便は17時45分にマラバから離陸し、マニシの270度の方角に飛行した。 機長はベレンに近づいたと判断した後、ベレンの完成に降下許可を求めるため VHF で通信を取ろうとしたが、なぜか返事はなかった。そのため別のバリグ航空 RG266 便を中継として長距離無線を使用し、ベレン完成との通信に成功した。そこで機長は降下許可を完成に求め、完成は許可を出した。しかし今度は着陸のための 地上の無線標識施設の信号が受信できなかった。雲より下に降下しても、機体から見慣れたベレンの街や地理的な特徴が見えなかったため、機長は奇妙に感じ、完成にベレン氏は停電しているのではないかと問い合わせた。1989年当時、ベレン空港にはレーダーがなかったため十分な確認が取れなかったが、完成は254便はこの区域で、 唯一の飛行中の機体であることを伝え、着陸許可を出した。PMS が目的地に対して負の値を示したため、機長はベレンが死認できないかと180度旋回を行い、同時に高度を4000フィート、速度を200ノットに絞ったが、ジャングルと川しか見えなかった。短波で救助を求めることに、 消極的だった機長は、死人した川はアマゾン川であると信じ、川の下流すぐにベレンの町があると想定して飛行したつもりだったが、死人した川は東西に流れるアマゾン川ではなく、南北に流れる新宮川だったため実際は上流に向かっていた。すでに予定していた飛行時間より30分長く飛行していたため、乗客の間には不安が広がっていた。 副装重視が間違いに気づき、機長と副装重視で航空図を確認し、一番近い空港と信じて、サンタレン空港と連絡を取り、ほぼ180度回転して350度の方角に飛行した。必要な燃料を計算して、残存燃料を確認したところ、サンタレン空港に到達するために必要な燃料がないことが判明したため、 今や正しく認識ができていた新宮側に沿って、南側に再度方向転換した。機長は時期の正確な位置を知るため、マラバ空港に連絡することにした。しかし、マラバ空港と同じ周波数を使う、マラバ空港の南675海里にある、ゴヤニア空港のロケータにチューニングしてしまった。この段階で、機長は極度に緊張しており、ロケータが出す、モールス信号が、 マラバのものと違っていることに気づかなかった。20時5分に、ベレンの完成は254便に対し、現在位置を再度要求した。機長は、ベレンに対し、現在、マラバから170度の方角に降り、カラジャス空港のベアリングを受けたと返答した。しかし実際は、マラバから170度ではなく、ゴイアニアから170度の方角にいた。機長は、ベレンの完成から、 カラジャスのビーコンは19時30分から停止していると連絡を受け混乱した。完成は254便の誘導を容易にするためカラジャスの滑走路の照射を開始した。ベレニエの十分な燃料がないことに気づいた機長はカラジャスに向かうことを決めた。事故を回避する最大の機会を20時30分に逃した。この時254便は カチンボ空軍基地から100の位置を飛行していた。この空港は737型機が着陸可能な非常に大きな空港であった。最悪、熱帯雨林に強制着陸することは避けなければならなかった。しかし当時、このような緊急事態に対応したマニュアルは存在していなかった。機長と副操縦士は燃料がなくなるまでは八千八百フィートの高度で、 飛行し、着陸時の爆発を防ぎ、エンジンが動いている状態でも、十分にフラップや補助翼を動かすための油圧を残すことを決めた。また、失速寸前の速度で飛行することを決めた。降下中に、熱帯雨林の中に非常に小さな光を発見した。その光は、発電機のある農家から出たものだった。20時40分に、機長は、ベレンの完成に、 熱帯雨林に強制着陸をすることを連絡した。数分後、残燃料が15分となった時に、機長は乗客に状況を伝えた。燃料が残り1 0 0ラムになった時、左エンジンが停止した。右エンジンはさらに2分間動き、停止した。エンジン停止後も、エンジンに空気が通過していたことにより、信頼性は低いものの油圧制御が可能となっていた。 そこで、機長はフラップを下げたが、油圧システムが壊れたため、ポジションにまでしか下がらなかった。バッテリーが放電され電力が供給されなくなったため、コックピットで動作するケーキは、姿勢系、高度計、待機速度計、垂直速度計の4つだけになった。コックピットから見えるのは、遠くの熱帯雨林の火災による、わずかな光だけだった。21時6分、飛行機は、 地上50メートルの木に衝突し、墜落した。衝突による衝撃により、固定されたシートベルトがない乗客が飛行機の前に投げ出された。いくつかの座席が床から離れ、前に投げ出された。2本の太い木が両方の翼を引き裂き、胴体のひねりを引き起こした。多くの座席が外れ、乗客の頭上の天井が落下した。 速度が約35ノットに低下した後、254便は30メートルを少し走行し、右に横転して停止した。着陸時に機体は分解しなかったが、不士木の場所が森であったため乗客48名のうち13名が衝突により死亡している。機長は奇跡的に無傷であったが、副操縦士は重傷を負った。なお、燃料切れのため火災は発生しなかった。 墜落の2日後、生存者のうち4名が助けを求めて歩き始めた。熱帯雨林の中を2から3時間歩いたところ、三女性と新宮の農場にたどり着いた。当時この農場には通信機器がなかったため、車で別の農場に移動し、12時30分頃到着した。そこで、サンパウロの北4 0 0キロメートルにあるフランカ空港に通信を取った。 16時27分、ブラジル空軍のエンブラエル演武110が墜落現場の上に食品パッケージを落とした。翌日正午、墜落から4日目になる前に全ての生存者がブラジル空軍により救助された。41名の生存者はヘリコプターで 50km 先のサンホセド新宮まで移動し、そこから北西に3 0 0キロメートルのカチンボ空軍基地まで 飛行機で移動した。そこから、さらに移動し、ブラジリア基地病院に入院した。B737 から200型機は、古いタイプで INS を使用した自動操縦が行われていた。このタイプでは、方位角度に小数点以下が入力できなかった。しかし、B737 の新型は、小数点以下の入力にも対応し、 バリグブラジル航空はすべてのフライトプランで従来027度として書かれていたものを0270と記載した。ところが機長はこのフライトプランの変更時に休暇をとっていた。そのため休暇から復帰した後のフライトからこの変化に混乱していたと思われる。そして254便の向かう方角は27度のため0270と記載されていたが、 機長と副操縦士は共に方角を上3桁の027ではなく下3桁の270に誤って設定してしまった。機体は本来の航路である北北東ではなくジャングルのある真西に向かってしまい、そのまま燃料が尽きてしまった。管制官にもある程度の問題が指摘された。当日はサッカーの試合に誰もが釘付けだったため、ベレンの管制官は試合を ラジオで聞きながら、完成を行っていたとされた。そのため気が散っていたことから、長距離用無線でしか通じないことや、無線標識施設の信号が届いていない時点で、254便が異常な場所にいることにも気づくべきだったが、気づけなかった。また誰もが、機長がミスを犯すわけがないと思っていたことも、原因の一つである。副操縦士も INS の方角設定を、間違えたのは、 機長が間違えるわけがないと思い込んだからであった。さらに、乗客のうち少なくとも3人は、客室乗務員に、方角がおかしいのではないかと訴えたが、客室乗務員はクルーに連絡をしなかった。結果として254便はそのまま雲の上を飛び続け、手遅れになるまで問題はクルーに届かなかった。バリグブラジル航空は、フライトプランの仕様を変えて、 少数点を記すようになった。またブラジルは航空機の失踪を防ぐため国全域をカバーできる最新のレーダーシステムを導入した。ありがとうございます。